7月1日、月曜日ですね。竹下敦です。今朝はね、いつもよりちょっと早起きしました。なぜ早起きしたかというと、ゴミ当番の日なんですよ。ゴミ当番、何をするかと申しますと、地域の皆さんがゴミを出しになられますね。ゴミ収集所というものがございます。ゴミ収集所にゴミをね、出しておけば、ゴミの収集者の方々がいらして、ゴミを持って行ってくださるんです。素晴らしい仕組みですよね。しかしね、ゴミ収集の方たちも短い時間で安全かつ交通量の多いね、ところで迅速に作業を終わらせなければいけないんです。何が最も大事かというと、ゴミ収集者の方たちが迷いなく、ゴミをね、収集者の中に収められること、そして終わった後、ゴミの収集所をきれいに掃除すること。当然ね、ゴミ収集所のすぐ近くに住んでらっしゃる方がいらっしゃるわけです。その方たちにとっては、長い時間ゴミを置かれることは迷惑なんですよ。そして、誤ったゴミをそこに放置されると、それはね、長時間自分の玄関にゴミが置いてあるのと同じことなんです。不愉快極まりない。それをね、未然に防ぐために、ゴミ当番というものは、この地域で、どこの地域もそうだと思いますが、回ってまして、ゴミの収集者の方たちが去ったら、残ったゴミを、私であれば、スタジオの外にガレージがございますので、誰のゴミであっても、私のガレージに一旦保留いたします。気がついてね、あっちゃん、もしかしてうちのゴミ預かってくれてないかなっておっしゃられる方もいらっしゃいます。しかしね、何をどう勘違いしたらそうなるのかわからないけど、うちの玄関に山積みになってるゴミを見てね、敦くんはゴミの片付けが下手だなっておっしゃった方います。これはね、言葉を失いました。お宅が出したゴミをね、うちで一時預かりしてるのであって、こんなに一人でゴミを出せるわけがないでしょ。その中からね、開けたくないですよ、他人様のゴミですから。いつか気づいてくれるかなと思いながら、そこにゴミが当たります。で、これゴミ臭いかとか汚いかっていうとね、一般のご家庭で出るゴミなんて汚くもないし臭くもないですよ。ただ腐敗すると臭い。私もできれば腐敗する前に気づいて持って行ってほしい。幸いにね、私の住んでる地域ではね、そういうことをされる方がほぼいらっしゃらないんですよ。ただどこの地域にもそういうふうにゴミを一時預かりしてるね、方がいらっしゃいます。そうしたちのネットワークを通じてお話を聞くと、分かっているのに面倒くさいや、どうせあいつの家はゴミの山なんだから預けとけばいい、こういうね、残念な地域の方もいらっしゃいます。もうその地域の方一生懸命頑張ってらっしゃいます。私はね、幸いにして良い地域で暮らしていますし、ご近所にも恵まれています。さて、困ってる友人をね、に対してどういうアドバイスをしたらいいのか悩んだり、今日は8時頃にゴミの収集者の方たちがいらっしゃいますんで、笑顔で、ね、ご苦労様でした。
つもありがとうございます、そう言って労をねぎらいたいと思います。いつもありがとうございます、そんなわけでご意当番張り切って頑張りたいと思います。それでは See you soon です。